こんにちは、快適アートです。5分で書く夏の絵手紙、今回はスイカを書いてみました。今回使用する画材です。吉祥の顔彩24色セット、墨、作用筆、面相筆、裏面がはがきタイプの画線紙です。それでは墨と作用筆を使って線画を描いていきます。まずは切ったスイカから描いていきます。少しかじってある感じに描きました。大きなスイカを食べているという感じを出したかったので、輪郭を大きく画面からはみ出させて描きました。緑の皮が少し見えている感じも描きます。皮とスイカの赤い果肉の境界は線画では描かないでおきます。次に切られる前の丸い状態のスイカを右に描いていきます。輪郭を描いてしましま柄を描いていきます。筆の線の細さに強弱をつけながら柄を描いていきます。今回使っている作用筆は筆先が細いですが毛束が多く、筆を寝かせて塗ると太い線も描けて一本でいろんな線が描けます。腰があって細い線も描きやすいです。次に黒い種を描き入れていきます。大小いろんな大きさで描くと埋もれている種も表現できます。着彩していきます。まずは水をよく含ませた面相筆に上紙を取ります。果肉の皮に近いところが白くなってグラデーションになっているように塗りたいので、アウトラインから少し間を空けて筆を大きく塗っていきます。全体が濡れたら紅を筆に濃く取り、種の周辺にちょこちょこっと色をつけていきます。黒い種が果肉に埋まっている感じができてきます。種がないところにも少し紅で赤くしておくとリアルな感じになりました。かじったあたりにも点々と塗って立体感を出しました。線香器を取り、スイカの皮のあたりに色をつけます。
次に一番外側に青磁で緑をつけます。次に切ってないスイカを塗っていきます。若葉で明るく光が当たっているあたりを塗ります。光沢感を出したかったので塗らずに白で残す部分もちょっと作りました。先ほど若葉を塗った周りから青磁で全体を塗っていきます。最後に陰っている下半分に群青で色を置いていきます。こんな感じで完成です。シャリシャリシャリ、暑い日こそ美味しいスイカと書きました。みずみずしくて美味しいスイカは夏バテしててもたくさん食べれていいですよね。今回のポイントはグラデーションでスイカの丸い立体感と光沢感を出したこと、2種類の赤を使って種がたくさんあるみずみずしいスイカを表現したことです。ご感想ご意見ありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。